輪切りにされたロールケーキロールケーキはケーキの一種である。スポンジ生地にクリームや果物、ジャムなどを乗せて巻いたもの。果物でデコレーションされたロールケーキ、薄い長方形に焼いたスポンジケーキにジャムやクリーム類、細かく切ったり甘露煮に,にした果物などを乗せ渦巻き状に巻いたものである。スポンジ生地はココアコーヒー、抹茶などを混ぜて作られる場合もある。 また、生地や具に野菜を使用することもある。スポンジを巻いて作るので、基本的に完成時には、円柱状になり、食べる時には原則として、適当な厚さに輪切りにして供する。外観は、巻いた後に何も飾り付けをしない、または、粉砂糖を振るだけの単純なものから、さらにクリームなどを塗ったり、果物やチョコレートで飾った、華やかなものまで様々である。 ロールケーキの発祥については、はっきりとはしていない、以下のような説がある。スペインは一時期ハプスブルク家の影響下にあり、ハプスブルク家がスイス発祥であることから、長期のスイス料理の影響も考えられる。逆に、ロールケーキは、オーストリア、ハンガリーで発達した菓子であり、スイスの影響はないとする意見もある。日本には16世紀半ばに、 ポルトガルを経由して果汁を加えたスポンジケーキを巻いたロールケーキの原型とも言える菓子が伝わったとされこれから立て巻きが考案されているまた伊予松山藩ではあをカステラ生地で巻くタルトが生まれた日本でも第二次世界大戦以前からロールケーキ上の菓子は販売されていたこれが一般に普及するようになったのは1950年代に 山崎製パンがスイスロールを発売したことによる。1956年に山崎製パン創業者である飯島東十郎がイギリスのケーキ会社を視察した際に製品化を思い立ち、1958年頃から製造・販売を開始し、1964年には東京で大量生産のラインが完成し、以降、 山崎製パンの日本全国展開と歩調を合わせて日本に普及した。ショートケーキのようなスポンジの外側にクリームを持ったスタイルのケーキは極めて入弱で産業製品的には流通コストの高さがハードルだったが内外を反転させたロールケーキは菓子パンと同様に取り扱いできスーパーマーケットやコンビニエンスストア等で広く販売されるようになった。 初期にはスポンジ生地でクリームやジャムを巻いたシンプルなロールケーキが多かったが1992年にパティスリーキハチが販売したフルーツなどを巻き込んだキハチトライフルロールが先駆けとなりクリームやスポンジ生地そのものに工夫を凝らした抹茶ロールやきなこロールやスポンジ生地の上にデコレーションを施したものが登場するようになったサイズも切り分けが 前提のホールケーキに相当する大きなものから一人用に小さくこしらえたものまで多様な製品が見られる。2009年にはローソンが容器に細長く切ったスポンジ生地を立てて円筒を作り中央にクリームを充填するというまかないロールケーキプレミアムロールケーキを発売する。クリームをスプーンですくって食べるという食べ方も提案され、 クリームを主体とした新たな潮流を築き上げた。また、同時にコンビニスイーツのブームを引き起こした。フランス語ではルレ、あるいはルラードと称する。フランスのクリスマスケーキの一種のビュッシュ・ド・ノエルは、ロールケーキの表面をココアクリームなどでデコレーションしたものである。ジャムを巻いただけのシンプルなロールケーキを、イギリスでは、スイスロール、アメリカでは、 ジェリーロールと呼ぶこともある。日本では、上述のように、山崎製パンの、スイスロールが普及の一助となったことで、スイスロールの呼び名も定着している。ありがとうございます。